皆さん、こんにちは。ウェイユーが世間を見る。ようこそ。今日は、アメリカ東部時間2022年11月30日、水曜日です。ここ数日、外出したため、動画を更新しておらず、特に世界各地で起こっている白紙革命について、動画サイト、感情世界でいくつかのビデオを共有しただけで、コメントしていないことをお詫びいたします。 今朝、江沢民が亡くなったという大きな朗報を目にしました。新華社より、江沢民が白血病で多臓器不全を併発し、上海で緊急措置をした後、死亡したということを、全党、全軍、全民族人民署として発表しました。江沢民の死は長年噂されてきましたが、その都度、単なる噂であることが証明されていました。しかし今回は、 引き返ると呼ばれている江沢民が生きながら得ることはないのです。実は、進化者の発表より前から、中共の重要人物が死亡したという噂があり、それは江沢民が死んだと推測されていました。しかしなぜ、今になって正式に発表されたのでしょうか江沢民の死は極秘扱いだったのかそれとも呼吸管を抜かれて亡くなったのでしょうか 熱動のマシーンである中共は元指導者の死亡時刻さえも真実を語りません。あるいは元指導者の死亡時刻でさえも最後の価値として利用するのでしょうか。なぜ江沢民は中国の大学生による白紙革命が広まっているこの時期に死んだのでしょうか。もしかすると白紙革命に対処するために報道した習近平の大きな一手だったのでしょうか。 上海のウルムチ通りでウルムチ火災で亡くなった人々の追悼が始まり、これをきっかけに白紙を手にした学生の抗議行動が起こりました。それ以来、中国各地の主要都市で大学生が街頭に出てスローガンを唱え様々な要求を表明しています。北京市朝陽区新原里では人々が抗議の声を上げ、南京の街頭では多くの学生が集まり、 PCR 検査はいらない。自由を取り戻す。と叫びました。南京メディア学院、ハルビン東北農業大学、北京映画学院、天津美術学院、四川メディア学院、福丹大学、中央美術学院、西安美術学院、石膏メディア学院、賃貸映画学院、北京演劇学院、武漢大学、西安理工大学、湖南大学、 公衆美術学院などなど数多くの中国の大学は両言の日のように一夜にして一歩を踏み出して抗議行動をしました同時に世界中の中国人留学生が中国の白紙革命を支持する集会を開き習近平と共産党の退陣を求めるスローガンを唱えていました「但是,但是不要に習慣惯の暗就为平安辩护」 不要因为自己的狗血而得意，不要嘲讽那些比自己更热情、更勇敢的人。我想要我的手写出我想写的字而不被抹去，我想要我的嘴巴说出我想说的话而不被捂住，我要我的脑子能够保存记忆，我要我的身体待在我想待的地方而不被带到荒仓，不被锁在家里，不被锁起来，不被捅红了。 我不想再担惊受怕的活在随时会侵犯我权利的社会里。我要我能够以我最舒展的姿态，自由地存在在世界中，不被限制。我们要持续追问：小花梅在哪里？吴仪在哪里？彭仔洲在哪里？常伟平律师在哪里？我想说，我们中国存在女权主义者，存在酷儿。我要我们的身体自主权。 この運動は1989年の学生運動以来、過去33年間で最大かつ最も参加者の多い学生運動です。当時の民主や自由を追求した大学生を見ているようでした。面白いのは3年前にこれらの人々のほとんどは香港の若者の抗議行動を嘲笑し、あるいは香港の警察を支持すると言っていました。 いわゆる小奮校たちでした。今、彼らはようやく習近平の社会主義の鉄拳に目覚め、やっと自由の価値を知るようになったのです。これだけでも習近平のゼロコロナ政策は意味があると思います。この政策があったから、この人たちは宗教の邪悪に気づいたのですから。この大きな運動を前に、中共当局は学生たちに海外勢力に操られているという、 レッテルを貼っています。北京大学の学生たちの賢くユーモラスな回答は本当に面白いので紹介します。 我永远爱我的国家，爱我的人民。我也觉得现在的政策是有问题的，你知道吗？我真的觉得有问题，所以我要不要转移话题。请什么新疆的我是境外势力放的吗？不是，我是问贵州的大巴是境外势力推翻的吗？我真的完完全全。大家伙是境外势力叫来的吗？不是，我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？境外势力怎么跟我们沟通？我们只有境内势力不让我们聚集。外边有房子，我们现在是能出国。 これは私が今まで見た中で、中共の海外勢力報道に対する最高の反撃でしょう。中国における最大の海外勢力は、マルクスとレーニンを祖先とする中国共産党なのです。この白紙革命は今もなお展開され、 世界的に注目されていますアメリカとカナダ政府は民主化と自由を求める中国国民への支持を公に表明していますカナダのトルドー首相もこの運動に対し声明を発表しています Those protesters uh, were. We know how important it is for people to express themselves, uh, for journalists to be able to do their jobs, and we're going to continue to consistently uh, stand up for human rights and uh, and the things that uh, people in China and people all around the world are continuing to fight for. 中共を打倒する動きが始まり、両言の火の勢いになりつつあります。習近平が耐え難い状況に追い込まれていると思われます。国内の抗議を弾圧することはできても、海外の留学生の弾圧はできません。以前、抗議が始まったばかりの頃、中共は有名人のスキャンダルを利用し、抗議活動から注意をそらすために、芸能人のクリス・ウーを裁判にかけました。 今回、クリスウーでも効果がなかったので、本当にどうしようもなくなり、習近平は、江沢民の死去を発表するという大きな一手を打ちました。中共の宣伝機関は、最近各地で突然発生した民衆の抗議活動から注意を逸らすために、特に、共産党を倒せ、習近平を倒せのスローガンの熱気を抑えるために、 故意に江沢民の死を大々的に宣伝しました。つまり、郝の最後の残存価値を利用して政治危機から目を逸らし、人民の構想を隠し、政権の安定を維持するためです。江沢民が亡くなっても、総傾向などの引退した交換はまだ残っており、彼らが今回の抗議活動の背後にいて、習近平退陣を促している可能性があります。江沢民の人生は、 はずべきものであり、罪に満ちています。彼は腐敗で国を治め、それが今日の中共のあらゆる幹部を腐敗させ、社会道徳を悪化させました。彼は中国の道徳を破壊するための努力を惜しみませんでした。中国の領土を大量にロシアに売り渡し、中共を利用してファールンゴンを迫害し、ジェノサイドを犯しているのです。江沢民自身は、 六四天安門事件後、大量逮捕と判決の執行者であり、六四大虐殺の最大の受益者です。東小平は彼の六四事件に対する態度を高く評価したからこそ、江沢民は中共の三代目指導者になる機会が得られたのです。彼は失政期間に国と国民に数え切れないほどの悪性を行ってきました。人口問題専門家の伊府健氏は、 江沢民は中華民族の千年にわたる人口崩壊を招きました。彼が導入した一人っ子政策の一票拒否制度により、出生率は1900年の2.3から2000年には1.22に低下しました。江沢民は中国の長期的な人口減少を推進し、中国が早期に高齢者社会になるようにしました。また、孔沢民が ロシアのスパイであることを隠し、ロシアに売り渡した中国の領土は台湾の面積の40倍を超えます。1999年2001年には、江沢民はエリツィン氏、プーチン氏とそれぞれ一連の中路国境協定を結び、東北三省の総面積に相当する100万平方キロ以上の領土を売却しました。また、ウラジオストクと隣接する極東の 700平方キロメートルの土地は永遠に中国に属さないこと。トマンコ港の河口はロシアに与えられ、中国北東部から日本海へのアクセスが遮断されることを認めました。この情報はロシアから条約が発表されるまで、江沢民によって国民に秘密にされていました。しかし大多数の中国人は江沢民の売国的な振る舞いを未だ知りません。本当の売国度は誰ですか 商粉校は考えてみてください。1999年7月、江沢民はファールンゴンへの弾圧を命じ、1億人の学習者を真逆の方向に対立させました。江沢民はファールンゴンを徹底的に消滅させようとし、当時の当局は3ヶ月でファールンゴンを消滅すると予想しました。肉体を消滅させ、名誉をけがし、 経済的に貧困に陥れるというやり方で、天安門昇進自殺などの偽事件を格索して、ファールンゴンを怪我し、悪魔化したため、今でもファールンゴンを誤解する人が多いのです。江沢民は国民の口を塞ぐために、腐敗により国を治め、隠れて大儲けと提唱し、特に軍の汚職はこの時代に始まりました。江沢民の二人の息子、 孔明孔と孔明は孔は孔卓民一族の金儲けの黒幕です。彼の支配した10年間と孔恩時代に彼が水蓮調整した10年間の中で中国の国有資産のほとんどが孔一族の懐に入り孔一族は中国で最も腐敗していたと言っても過言ではないでしょう。孔卓民の最大の罪は生きたファールンゴンの学習者から 臓器を摘出することです。過去に中共は死刑囚の臓器を利用したことはありました。しかし、莫大な利益を得るためにファールンゴンへの迫害の際、ファールンゴン学習者の健康な体から生きたまま臓器を摘出することを命じました。これは白嫌いによって証明されました。結局、中国では組織的な生体臓器摘出チェーンが確立されました。 ファールンゴン学習者、新教ウイグル族、キリスト教徒などだけでなく、今では10代の若い中学生までが生体臓器適質の被害者になっています。海外の民主化運動家、菅連長氏はこのように述べました。江沢民は痛むに値しない。習近平に比べて彼の方がいいと思う人がいるが、私は江沢民の人柄や政策を研究して、 いい人ではなかったと思う。彼は現在の中教による社会監視、特にファールンゴンをはじめとする宗教団体への残酷な迫害の張本人であり、邪悪な存在で腐敗した卑しい人物である。彼はジェノサイドを犯した犯罪者である。江沢民は虐殺を犯した犯罪者であるという最後の一文が、江沢民を非常によく表していると思います。 人を評価する場合、物事を行う道徳的な水準で判断されるべきです。お金のために手段を選ばずに、は々しく臓器売買までしてお金を儲けるなら、たとえその利益を他人と共有したとしても、良い人間とは言えません。生体臓器集奪は虐殺で、すべての人が最低限の良識を持つべきです。高沢民の罪、そのものをどう見るかは、 人間の善悪を図る物差しとなります。正直に言うと、孔が裁判にかけられないまま死んでしまったことを残念に思います。彼の罪は歴史によって裁かれ、生産されなければなりません。今日はここまでにします。これからも活躍が期待される白紙革命に注目していきます。ウェイユーが世間を見る。またお会いしましょう。 有一个人与你的善良感应，请打开你的心门，让它落地生根。人海中的那个人，等你红尘里的转身，风尘仆仆而却显得有点。 这一次我真的相信了，被你改写了剧本。温暖,暖的眼神原谅我对爱没天分。这一次我真的相信了，是被祝福的缘分。 陌生人，继续前行，不必问。这世界还有余温，多少的人还在等。最深爱的人，何苦执着这戏份？